逆にカープのここ弱点だなって思うところって、弱点っていうのは何だろうな、まあ、昨年その解説として見てた限りではやっぱり投手力かな。打撃に関しては強烈だし、まあ、あとは新井が抜けたでしょ、はい、でそこでチームがどういうふうに誰がまとめていくのかっていうところもちょっと課題の一つになるのかなと思う。そうですね、だって大事でしょ、大黒柱っていうのは。長野選手はまあ来たばっかりだから大黒柱っていう感じではまだ、まあそこにはならないと思うんだけど、28人の中に入れなかったわけでしょ。悔しさっていうのは絶対あると思うんだよ。そこでやっぱり今までと違う力も絶対発揮できるんだろうし、長野はちょっとマークしなきゃいけない選手の一人じゃないかなと思う。